界の幕開けだ。はい、ということでね、なんか先端でプラ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 ね、糸を引いているように見えるんですが、まあ、糸を引いてるんですよ。ということでね、こんにちは、プルフォースでございます。まあ、今回がマザーミランダ編一番苦労するんじゃねえかなと思う武器をね、ちょっと引っさげてやってきたんですが、歩くの補足ね、なんか、はい、ということでね、初期ハンドガンでございます。で、若干改造しちゃってるんですよね。これ元に戻そうかなと思ったんですけど、なんかうまいことの元に戻し方っていうのが分からなかったっていうのがあるんで、これ大丈夫、10発ぶち込んでるけど、それでやり倒せるってことは相当これ苦労する予感しかしなかろうもっていうところなんで、まあまあいいか。はい、まあとりあえずね、ようやく、まああとこれ服やばい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 、いてちょっと待って、もうこいつで苦労してる時点でもうこの戦いが一体どんなものになるかっていうのはもうなんか目に見えて分かってくるこんですよねってことで、私倒せるのかどうかっていうの不安でしかないんだけど、本当に大丈夫かな。おら最後の最後にさ、ねえ、マザーちゃんとの戦いにさ、あなた水差しに来るんじゃないわよっていう話ですよね。ということで、カチャコンっていうことも終わりましたので、さあ先に進まないと、はっはってマザーはっはってただのド変態でございます。さあ戦いの幕開けでございますね。踊っております。我が偽りのホラー、このこと何度ね、もうね、シャロウィダンスしたかっていうのも分からないくらい、まあ、今回が多分一番長いウィーダンスになると思うんだけど、まあ、そこら辺はなんかまあご愛嬌ということで、まあ、もしかしたらちょっとね、 あまりにも戦いがグダグダ、あ、ちょ痛い、いきなり樹海、樹海、木炭樹海、樹海降誕だ。痛い、やばい、もう死ぬ、やめろ、ウィンターズ、うるせえ、じゃあスプリングとサマーのウォーターも連れてきてやろうか。さあ、これはのはズズズズ。で、かわいいよね、こいつね。なんか、死ね死ねとか言ってさ、語彙力急に下がるくせにさ、あれに関してはさ、今の攻撃についてはね、ちゃんとあの壁を用意してくださるっていう優しさ。なんか嫌な予感する。危ない。さらに、ズシュズシュズ打っていこう。よし。あ、やばい、伸びてくる。長いんですよ、リーチが。意外とこいつなんかね、いろんなボスがいる中で、こう体力が高いみたいな、なんかバイオハザードのことをまとめてくれてる人たちがいる、くれてるさ、サイトとかがあるんだけどさ、なんか、マザーミランダってそのベスト10に入るくらいの体力の高さらしいんだよね。おう、潜ります。やっぱりこのハンドガンじゃ、あー、やばい、狭い掘っちゃった。無理。攻撃終わるまでいただいて。さあ、どうか、そろそろ、ちょっと待って、行って、これ、多分ダメな気がします。回復薬がなくなるのと、こいつ倒すのと、どっちが先かって、多分ね、死ぬ方が先になると思います。やばいでガス、危ない、後ろでガッツンつってる。そろそろ、これ何発見つけなきゃいけない、なんか何千発みたいな、500発くらいなんか打ち込まなきゃいけないみたいなことがあって、でもその500発もさ、当然だから全部当たっての500発だから、多分ういーオッケーオッケー、あのね、その攻撃はね、割とね、避けやすいんだけど、この近づいてくるのがやばいんですよねって。もう3つくらい使ってんの、あと2つか3つしか回復が残ってないじゃなくて、この携帯が一番嫌いなんですよね、本当。やっぱサドラーっていうか、まあ歴代ボスとのつながりがある携帯ってのが一番、ああ、でもそう考えたら3つ目の携帯一番カスじゃね、やっぱアレクシアって大したことがナッシング。でもそれに負けるウェスカーはもっとナッシング。危ない、ちょっと古い、年代が古い。あ、危ないんだよね。めっちゃ血が出てるんだよね。切り刻まれてるんですよね。近い。怖い。そろそろ飛んでみないか。いつの間にかダメージを食らっているんだよね。食らっているんだな。ちょっと待って、そろそろ、さあ、これで終わりだ。おお、あ、ここで終わりが。どこ行った。あ、飛んでる。危ねえ。ああ、膝を打って相当痛いでやんすってか。おら。ちょっと打ち込んで、わわわわわ、危な、
ぶち込んでぶち込んでぶち込んで、時間切れだ。おお、飛んでます。そうそうそう、上で上で、ああ、降りてきます、降ります降ります、それでも降ります。あ、いや、お客さん、ここはすいません、降りることができないですよ。やだ、もうこんなところ早く逃げましょうよ。そうだよ、僕たち新婚旅行に来てるんだよ。ほら、お客さんもそう言ってることですし、それでも降ります。あ、そうだ、今の見ただけで一体何なのかって分かった人ぜひね、コメント欄にね、回答をお願いいたします。ヒントはなんとか3世でございます。はい、こいつを打って、はい、珍しい玉3つの女の子でございます。しぶといものだ、吐き気がする。君も相当しぶといと思う。これ弾丸の威力が弱いと僕も何百発ぶち込んでると思うんですが、そろそろお亡くなりになっていただいてもいいのではないかと思いますが、そろそろいかがでしょうか。は、早くしないだ。あ、ちょっと待って、弾が3つ、弾が3つの弾。ハンドガン落ちてきても、ハンドガン落ちてくること自体はありがたいんですが、飛びます飛びます、やばい、ふるっ、よいしょ、うわちゃ。でこれが終わったらまたね、第3形じゃ第4形態になってくるのか。ちょっと待って、あ、またたまたまが、たまが3つで、たまたまたまって進化すると、たばしー、何言ってるか全然さっぱりわけわからない、わけわかめのトング、ちょ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 くる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 、避けます。オッケー、ほら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 、ねえ、本当にもう嫌になっちゃうよ。待って、まだかじっとしていろ、お前こそじっとしてろよ。無難に打ち込まれてたらいいのにさ、何をそんなに暴れ散らかしてるの。100歳超えたおばあちゃんがさ、100歳超えたおばあちゃん翼生えないからな、普通な。レッドブル飲んだ時からしか人間って翼生えねえんだからさ、もしくは天使の羽を背負っている時からだよね。100歳を超えるとどうやら人間翼生えるみたいです。なんか100歳を超えたらなんか三つ股になるみたいな、猫か貴様は。ああ、もう言ってることがわけわからなくなっちゃう。ハンドガンだけでこんなにね、ずしずしずしみたいな、ジュ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 飛んできます。うう、元気元気ね、翼の生えたお母さんってか、多分ね、しぶといものだ。エヴァが蘇ったとしてもね、え、ママ何その背中のやつって、そんな私、なんか私のママ翼生えてないもんって、で私のエヴァって言いながら、結局ね、翼がもがれながら沈んでいくってね、結局蘇ってもそういうことになっちゃうんだからさ、今のうちにさ、もうさ、娘ちゃんとローズに返しちゃうってね。にしてもウィンターズのね、ウィンターズじゃねえや、 ローズのダウンロードコンテンツって一体何があるのかってすごい楽しみなんですけどね、なんか魂吸われてみたいなことがあったりとかね。で実はあれ、なんかそのイメージの中で作られたものになっているから、なんかその文字を書いてるのが実は E さんだったっていうオチだったりとか、あるいはなんだっけ、デュークが本人のデュークじゃなくて、あのイメージの中で作られたデュークだから、全然偽物ですよとかね。まあでもいずれにせよさ、でもどうなんだろうな、バイオ4の場合のさ、武器商人っていうのが一体どんな存在だったのかっていうのが明かされなかったでしょ。でデュークの存在もなんかああやって見せておきながら、実は存在明かされませんでしたみたいな、存在とか正体明かされませんでしたみたいなオチになりそうな気もするけどね。まあでもあれで正体明かされて、実はデュークがウィンターズでしたみたいなウィンターズイーサンでしたとかって、ちょっと最強に面白いけど、どっからその死亡表あんた拾ってつけてきたのって話だった。そんなのはどうでもいい。すごいね、一言申し上げていい、飽きたなんかもはや作業芸みたいになってんだもんな。そろそろさ、もう沈みます。暗い、やっとようやく大きいたまたまちゃんね、あの中にね、何百億、もしくはもう超という単位のね、子供が眠っているのかもしれないんですけど、いやー、トゥクトゥクいきましょうか、本当に。そうはいくか。大変、本当に大変。とはいえなんですよね、そろそろ蘇ってこないか、蘇れって言い方も変なんだけど、痛い、くそ、キュッ。ちょっと待って、ここまで行って死ぬっていうことだけは何が何でも絶対に避けたいと思うやつ、本当に。もう10分近く戦ってるはずだよね。もうなんか今なんかね、もともとはなんか左上とかにその何分時間が取ってるかって皆さんには見えない角度でこう映ってたりしたんですけど、なんか急にそれが見えなくなっちゃって、なんでなのかっていうのはちょっと仕様がよくわかんないんだけど、そんな裏事情はどうでもよくって、だから今手元の時計なんかで見ながらこうやったりとかしてるんですけど、なんか残念ながらね、今自分が何分くらい戦ってたのかっていうのが全然覚えていないっていうね。こっち見んなし、モンキ族の石像ども、
っていうのがあるんだ。もうほんと飛んでくるときは、ね、飛びますって言わなきゃいけないんですよ。もうふざけるな、やばいやばいやばい。でほら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 、チカ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 チ、でっかいな本当に。もうでっかい道、北海道やで、逆やで。飛びます。で膝打ちしている間に、うちこ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 うなだ、あーまたまた飛んでる。やっぱ空に飛ぶのが綺麗なの、あの好きなのかなって。コードベロニカのベロニカもじゃあこいつが関係してたってことなのか。そこら辺もだからさ、あのあうーわ危ね、RE4 ができるでしょ。で RE ベロニカっちゅうのもた、あでもどうなんだろうな、 RE3 までやっといてベロニカ飛ばして4やったってことは、ベロニカのリメイクまでは作る気はない可能性はある。だって時系列的なところで言ったらベロニカが先のはずじゃん。でもベロニカやってないってことはベロニカはもう作らないかもしれない。逆に言うと、あのベロニカで作ったあの感動を超える作品っていうのを引っ張りね、 RE4 じゃない、 RE に作るのは難しいんじゃないかなって、個人的には思ったり、目の前にいて死ね死ね死ね、ご威力をつと思うんだけどね。皆さんどう思います？ね、なんかすごい荒れ狂ってるんだけどね。荒れ狂る、くるくる。さあ死ね、飛んできます。あぶれあぶれ、すごい今気合が入る、気合が入る、力力入る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 。ほらほらほら、しぶといものだ、しぶといものだ、吐き気がする。こっちこそあなたの加齢臭に吐き気がしておりますよ。あ、近い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 、上やばい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 、これ以上これ以上回復できない、ダメージは受けられないか、まずいぞまずいぞ。とっとできた、木炭木炭なんとか、次回コーター次回コーター、木炭秘術次回コーターな、思い出した。ああそりゃ初代やっぱ初代って強いんだろうな。だからマーカスってさ、マーカスじゃねえや、マッカーサーじゃなくて誰だっけ、スペンサーだ、スペンサーとかもさ、やっぱ2代目なわけじゃん。こいつは初代なわけでしょ。まあ2代目ってね、まあ平井心の術とか強かったりしたけど、やっぱり 初代のものに比べて、ドーンいったやべに比べたら、あまだあった、よかった。でも多分これがラストだと思うから、これじゃダメージ受けられないから、急ぎ目でいった、もうダメージからって、キッサーにやろう。そうね、やっぱね、で3代目はプロフェッサーって言われて、3代目はあれか、ウェスカーか。あ確かにな、ウェスカーって確かに頭脳も明晰だし、いろんなこともできるけど、でもまあ大したことはなかったねっていう話だもんね。でじゃあ4代目、アレックスウェスカー、いやあんなウヘヘヘウヘヘヘ言うてる、なんかよくわかんない年はの女、あんまり魅力的じゃないもんな。まああえて飛ばして5代目か、あ違う4代目あれか、まさかのサドラーか。死ね死ね死ね、サドラー関係ねえしな。サドラーどっちかって言うとなんか砂の国みたいなカラッカラに干からびてそうだ。そんな、なんで今バイオのキャラをナラトに例えようとしてるんだ。そんなことはどうでもいいんだよ。そんなことよりもお前早く死ねババ悪い、思わず口が悪いさあ隙間からチュクチュクしちゃうよ、あチュクチュクしちゃうよ。いや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 、いや、そんなところやっちゃダメ。さあ、いけるか、いけるか。そろそろ、そろそろ。OK、OK、OK。ぶちのめす、ぶちのめす、ぶちのめす。あー、ちょ、ちょ、やばい、やばい。来る。ぶっ、OK。キャー、取ってきた。あぶれ。やばい、これじゃダメージ受けられない。あと1回は耐えきれるか。でも、それでもこれ以上は無理だから近づかないで、加齢臭が半端ないから。やばい、死ね死ね死ねしか言えない、こいつと同じ波の語彙力になってきてしまった、やばい。今顔面一発切った、ピックス回復アイテムないか、もう回復アイテムがない、やばいぞ。あせめてせめてこれは弾数が10発しかないっていうのが何よりも辛い。近い近い近い、あべ、あまだあった、あ奇跡のラスト一発かな。もう全然残りの回復薬を把握しないままにやってるっていうのが、もう あれだよね、もうアクションゲーをやるにおいてもう本当に無謀のチャレンジをし続けてるしかないって。まだ立ち上げるか、もう立ち上がってますよ、立ち上がりますよ。そりゃもう お前こそ何百発ぶち込まれて立ち上がってるって話だから、もう本当にあれですよ、私が受けたダメージに比べてあなたのダメージと比較したらもうそんな大したことありませんから、なんぼでも立ち上がりますよ。さあおしまいだ、そろそろもうなくなる、あれどこだ、上か、飛んでます、やばい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 、弾が暴発して、弾弾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 
さあ来るか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 、さあ来るぞ来るぞ来るぞ、不毛な戦い本当に不毛な戦いだって、なんだよ飛んでくんのか、そういう飛び方が違うんだよ俺が求めてたのか、私の邪魔をするな、はい、ズン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 どこ、ああミランダ、そろそろ終わりません、ちょっともうあのだいぶ私のあの いろんな意味での成功を突き果てようとしていますが、あのこれが普通にさストーリー進めていってさ15分20分30分喋るとかさあのやるとかだったら同じ作業をずっと繰り返してるだけなんで、じゃあなんでやってんだよって話なんだけどね、まあどれくらいの時間と労力とあの根気が必要なのかっていうことを皆さんにね、これがリアルですってところをお届けしたいなというふうに勝手に思っていますんで、まあまず間違いなくこの先で、このダメージを与えつつお亡くなりになるということであれば、私はあの、精神崩壊いたしますんでよろしくお願いします。あやばい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 、まあこの程度で精神崩壊しているところで貴様のゲームの能力なんてたかが知れてるな、ギャッハッハッと笑う方もいらっしゃるかもしれませんが、はっきり言っておく、その通りだすぐに楽にしてやる、さてと、もうすぐ楽にしてあげて、もうだから楽にしてやろうっていうか、もうこっちが楽にしてやったらさ、もうそろそろ楽になれない、もう100歳超えてんだぞ、おばちゃんさ、だから100歳超えたやつは翼も生えるし、雲の足も生えるっていうのも、なんかもう得意すぎてもうびっくりなんだよな、やばいやばいやばい、そろそろいけるんじゃない、まだですか、ああまだですか、そうですか、はい飛んできますね、はいくるっと振り返って、あなんか着地した、着地してないですね、私の娘のため、確かにな、娘のためだったら何でもできるっていうのは親の気持ちとしてあるっていうのは確かにわかるんですよね、本当に僕も一時の娘を持つパパとしてね頑張ります、これおーイーさんと一緒じゃんってやばい、もう本当に回復アイテムがないんですよ、本当に回復アイテムがないんですよ、だから勘弁しろし、玉を爆破、ああ行ってきる、近い、やばい、オッケー、ぶち込む、おおよっしゃ来た、何の脈絡も、喋れなくなって、何の脈絡もないタイミングで来たけどね、さあそろそろ、お前さ、これ一発もさ俺にさぶつけることができてないんだから、そろそろそれをやってからさ、金があんなさ弾ぶち込むことによってさ爆発するってどういう仕組みって思うんだけどな、まあそこら辺も気にしないのか、まあ、そこら辺気にしちゃなくてね、まああの金は爆発するものって、ね、さあ両手で翼が生える、はあ終わった、お疲れ様でゴンした、いやほんとつらかったですね、私のエーバーって叫びたい気持ちとともにですね、私のミランダお目目が3つちゃーということで、今回もぶちのめすことには成功したんですが、残念ながらイーサンとローズと会うことが叶わないままね、あのこのパートはね終了させていただきたいと思います、もう本当に君頑張ったよ、ブルホーズ頑張ったよという方はですね、あのチャンネル登録ボタンとねグッドボタンを押して引き続き応援をよろしくお願いいたします。あー疲れた、お疲れ様でした、バイバイ、会えないよー。